大感謝祭スペシャル配信ファニーアワード。単独ライブを無観客が分かるんですよ、はい、無配信そういうこと。新ネタ11本やります。先月先々月ぐらいに品川駅でたまたま東野さんとお会いしたんですよ、うん、むちゃむちゃ敬語でめっちゃ感情でやったんです。めっちゃショックでした。これもこの人あるあるだから。中野くんはいかがでしたか。ちょっといい声してるねとか、みんな面白いねっていう大評判でしたよ。みんなにそうやって言ってるんじゃないですか。ナダル情報とか、昔のナダルの話とか俺大好きで。あ、ほんまですか。ありがとうございます。いや、年始からもありましたよ。師匠方のことを師匠連中。ダメダメ。これはナダルさん良くないですよ。連中。スピードワゴンの小沢さんと。そうか、可愛がられてる。アンディちゃんだったらどっちか、はい、ちょっと、こい。アンディで。あいちゃん。すごい。ロジャー私行くよ。ジム作りたいなの第2弾で、なんか今やりたいことあったら今言った方がええで。一応ちょっと僕考えてるのがあって、うん、言って言って、闘技場みたいなとこに、うん、あ、芸人2人ほど呼んで、うん、あの好きな武器取らせて、うん、あのしてもらう、あのファニーコロシアムっていうの考えてるんですけども。切りました。あら